統制型乗用車は第二次世界大戦期の1936年から1943年にかけてドイツ国防軍が進めていた軍用自動車の開発、調達計画の故障及びこの計画に基づいて開発、調達された車種の総称である。統制型乗用車は1930年代にバイマル共和国軍で使用されていた各種の民間自動車を オフロード走行能力を持った統一した仕様の車両で置き換えることを目的とし、これによって整備や供給の勘弁化を図るものであったが、結果的にこれらの目的は達成されなかった。名称については、ドイツ語のアインハイツをそのまま音読みしたアインハイツという表現がなされることもある。初期の段階での場合もある共和国軍、ドイツ国防軍の機械化においては、 これらの軍は民間の乗用車の軍向けモデルの車両を調達する方法をとっていた。しかし1935年のドイツ再軍備宣言の時点で国防軍が保有していた軍用乗用車にはいくつかの問題点があった。一つはオフロードでの走行性、耐久性が軍の求める能力に対して不足していたこと、もう一つは多様なメーカーの車両を調達していたため、 メンテナンス用部品の保守、運用が極めて煩雑化していたことである。ナチスの権力掌握以降、軍の機械化に当てられる予算が増加したため、1934年に、軍用自動車の使用の標準化プログラムが開始された。オフロード走行性を高め、多くの部品を共通化し、また長期にわたって大幅な設計変更をせず、継続生産可能な車種の開発が開始され、最初に、 以下の5種類の車両のクラスが制定された。これらの車種はいずれも4四輪駆動で独立したサスペンションを持ち、4カ年計画に基づきドイツ国内で製造された材料を用いることなどが決められていた。とはいえ、当時のドイツ自動車業界の限界により、計画当初から完全な標準化は難しい状況であった。計画された統制型乗用車を、 単一のメーカーで生産することは難しかったため、いくつかのメーカーでの分散生産が計画された。統制型乗用車の生産計画に参加したメーカーは BMW、ハノマグ、ストバー、オペル、ドイツフォード、そしてアウトウニオンと多数に及び、またこれらの各メーカーはそれぞれ固有の子会社や下請け企業で様々な部品を分散生産していた。そして、 それぞれのメーカーの車両に搭載されたエンジンも、各メーカーごとに開発された固有のものが使用され、統一されることはなかった。1936年に、ストゥバー社から最初の系統性型乗用車が納品され、1937年には中等性型乗用車、1938年には重等性型乗用車が、ホルヒ社から国防軍に納品された。 統制型乗用車計画の問題点はすぐに明らかとなった。高い車両単価と複雑な製造過程により予定していた調達数はなかなか確保できず、結局ドイツ国防軍は必要な車両の60%を統制型乗用車以外の民間車両から調達しなければならなかった。これら民間モデルから調達された車両はアインヘイツ p k w に対して アーギャンズンスファエジアと呼ばれたが、この結果として、統制型乗用車計画が目標としていた、メンテナンスや修理の簡便化、標準化は全く達成できなかった。また、国防軍の様々な部門からは、統制型自動車の戦時運用に適さない、問題点として、複雑な構造、耐久性の低さのほか、重量が重く燃費が悪く、 また運用中のシャーシやサスペンションの破損などがあると報告された。1940年になるとドイツ国防軍は車種の整理、統合計画であるシェル計画を軍用車両局総監本シェル大将の下で進める。こととし、この一環として統制型自動車の構造を簡略化し、前輪ステアリングや予備ダイヤを廃止するなどしたトゥープ40と呼ばれる。 シャーシ及びボディが開発されたが、これらの問題の多くは解決されなかった。こういった事態を受け、ドイツ国防軍は、シェル計画による車種の統合計画を進め、K、中、1の三種類の統制型自動車の製造は1941年から1943年にかけて打ち切られた。最も小型のクラスである、軽統制型乗用車は1 7 7 5ラムの、 車体重量と 500kg の積載容量を持ち、ストゥバーノトゥープ R180 スペツやる、BMW の BMW325、ハノマーグのトゥープ 20B といった車種が計1万3000両、生産された。系統制型乗用車は、ドイツ国防軍において、小型兵員輸送車、修理部隊向け車用、砲兵観測部隊向け車用後部に、 連装式機関銃を搭載した中隊レベルの対空車両などとして運用された。1940年以降は、ストゥバー社のみが簡略化された仕様のトゥープ40シャーシを用い、トゥープ R200 スペツヤルとして1943年まで生産を継続した。1942年の時点で、軍の9割の部隊がこの車両を戦時任務に適さず、使用したくないと回答していた。 より低価格かつシンプルな構造で軽量のフォルクスワーゲン製のキューベルワーゲンタイプ82の方が運用上のあらゆる点で優れていたためである。中型のクラスである中等性型乗用車は 2700kg の車体重量と 600kg の積載容量を持ちアウトウニオンの参加となっていたホルヒ製のホルヒ901よびほぼ同じ構造。 使用のバンダラー製バンダラー901が計12000両生産された。オペルブランデンブルク工場は1940年以降にホルヒ901のライセンス生産を行った。中東製型乗用車はドイツ国防軍において中型兵員輸送車、通信部隊向け車両、砲兵観測部隊向け車両などとして運用された。 1940年のタイプ40車種採用後は、車体中央に装備された予備タイヤがなくなり兵員、登場スペースが広くなるなど改良されたが、それでも、軍の8割の部隊がこの車両を戦時任務に適さず、使用したくないと回答していた。中等性型乗用車の代替車種としては、前述のシェル計画に基づき開発された、メルセデスベンツ1500やシュタイヤー1500といった。 車種が対戦後半に広く運用された。最大のクラスである重当製型乗用車は 3300kg の車体重量と 1000kg の積載容量を持ち、ドイツフォード製のフォードタイプ EG が約1900両、アウトオニオン酸化のホルヒ製、ホルヒ108が約8000両を生産された。ホルヒ百八には前輪ステアリング機構を持ったトープ r び前輪のみ、 ステアリング機構を持ったトゥープ1ビットの2種類の車台があった。重道性型乗用車は、ドイツ国防軍において、大型兵員輸送車、軽下方牽引車、通信部隊向け車用、野戦救急車、対空機関砲の牽引車及び、対空機関砲用のサーチライト牽引車などとして運用された。また、重道性型乗用車のシャーシは、 軽装甲偵察車及び走行式車両の SDKFZ247 オースフ B のシャーアーシュとしても用いられた。他の統制型乗用車のクラスと同様、1940年以降は中央部の予備ダイヤが廃止され構造が簡略化され4輪、ステアリング機構も廃止され、ホルヒ108トゥープ40として1941年まで生産された。 統制型乗用車の他のクラスと同様、重く外性能が不足という欠点に苦しめられたが、統制型乗用車計画の車種の中では最も成功した車種であった。ありがとうございます。